今日日は、昨日について完敗ですタイガースは0対6でファイターズに負けました0対6やで完封負けやで行ってもよとエントリーだんだんひどくなってきたなって感じやな、はい、まあ2戦やって2連敗やで、その前の巨人戦の最後の戦いで負けてるから結局タイガースは3連敗で交流戦は 2, 2連敗2敗してるチームがいてないね 12球団で一番最下位にタイガースはなりました一方日本ハムファイターズは首位やで交流戦首位やでなな12球団で今一番やで新庄すごいや阪神は一番最下位やで<ー> <laughs> まあそれはチーム状態の差やろうな、うん、チーム状態がええファイターズが勝って悪いから負けてるタイガースっていうことだね 若手のええ選手がいっぱいいそうな気がする。まあ、日本ハムはな。まあ、あれもさ、1シーズン通して活躍はできへんと思うよ。たまたま今調子良くて、その調子良い,い時に阪神とやってて、ほんで、活躍しとるという状態やないかな。まあ、これからでも伸びてくる選手やから、若いのはだから、これでなんかきっかけつかんで、ええー、まあ、後半というか、これから、今年ね、そこそこの成績残すかもわからない。 さあそういう人もおるやろ。二刀流がおったんやんか。今日はな、あのあ、今日は先発ピッチャーが、タイガースは西勇貴。そして、えー、ファイターズは、山崎幸也と読みます。これはオリックスに去年いてて、日本シリーズでタイガースは戦ってんねん。山崎とは。あ、そうなんうん。うん、で、今度はユニフォーム変わって、交流戦で対,対決やと、うん。どっかで聞いた名前を持ってて、うん。 西雄貴もオリックスやんなもっと前やけどな、オリックスは。うん。うん、その山崎はあのー、打撃が好きやからな、高校時代、打ったんかな、打ったんやろな、多分そこまで調べてないんでわからないんだけど、あのー、バッティングをすごい楽しみにしてる感じが、打席見てても思うやん、楽しそうに立ってるやん。で、構えもピッチャーの構えじゃないから、ほんまに野手の構えになってるから。うん それは6番に使われただけのことはあるよ。で、ヒットも打ったしな、今日。だから、だから今日は、投げてよし、打ってよしやがな。うん、これはもう今日は、あの、いい一日やったと思うわ、山崎は。そんな感じやな。うん、で、オリックスから移籍してるから今年は頑張れな、としやんか。初めての日本ハムやし。で今、今日勝って6勝一敗で。 すごいなうん、頑張ってるな、えい成績が欲してるやん。で、新庄を勝ってさ、タイガースのときに野村監督から、あのちょっと二通りやってみ言って、ピッチングもしてるからな、新庄も。だから新、新庄も自分もそうやって野,野村監督にあのそういうチャンスを与えてもらったから、だから山崎にはそういうチャンスをこう交流戦やし。 チャンスを与えようと思ってんのちゃう今、普段どうなんやろな普段は DH やと思うねんけどね。やっぱ交流戦はこういうのはあるわな。自動的やから。セリーグのチーム、あの、グラウンドで野球するときは、セリーグの方式やから、ピッチャーが打席やからな。さて、じゃあ今日の試合にあの戻るわけですけども。ええー、まあ、完全に乾杯やな。今日は。今日の範囲っていうところに行くか。今日の範囲。 一言で言うと、タイガースは、投打に制裁を欠いてしまい、えー、打てないし、得点は許してしまうし、っていうことで負けたと。いう、こういう試合は一言で言います。で、えー、じゃあ具体的に言うと、まず、今日は二つあげます。投と打であげますね。投で言うと、 やっぱり先発の西祐希、一つ目ね、これ。先発の西祐希が試合を作れず、4回で4失点や。毎回点入れられてるわけじゃないんやけども、結局、1イニング1点ずつ入れられたのと同じ、ね、計算になるやんか。4失点ことは。4回に一気に4点取られたんや。で、えー、交代になって、今度5回はハマチが出てきたんやけど、そのハマチも2失点したと。で、どちらの投手もエラーが絡んでるから、 実績点は1点ずつ少ないんかな ?2 点やったかなえな。西祐希は実績点2。で、浜松は実績点1ということなんだけど。じゃあ2点と1点に抑えていったらまだ試合は分かれへんだけどね。で、結局6点取られたと。5回で6点。もう、その、4回の4点で決まったと思ったよ。なぜか。それは最近のタイガースはそんなに要点取らんから。 今取れんの2点ぐらいやね。頑張って。それも頑張って2点やね。4点取られたらもうアウトや、今日は。もうこれ負けたなと思ったわ。4点取られてね。だから5回の2点はもうダメ押しや。もうダメのダメを押された感じ。昨日から今さん、点取られてるやん。うーん、取られっぱなしやな。あのに、日本ハムの若い選手はよう打つんよな。 日昨日もあのヒ,ヒーローインタビューに出てたこの水谷俊というのがな、今日う5打数4安打やで、昨日も3安打打ってんねん、2日連続猛打賞やで、これ、打たれすぎやし、で今日う4番のマルチレスは5打数2安打やろ、5番の松本剛が4打数3安打やろって、この辺に打たれすぎやねんな、打たれるバッターにはうう連続で打たれたりするから。 4回の4失点のところの場面ね。そうしたらちょっと振り返ってみたいと思います。えー、4回は先頭バッターがー4番のマルチです。これは2年か3年ぐらい前に中日にあったピッチ、あの、キャッ,キャッチャーやったかなあのー、選手なんやけど、えー。外角の高めのスライダーを、外角高めを、まっすぐ逃げ、そのまま逆らずに打ったんやな。で、右、え、中、ー、間を破る2ベースヒットを打ちました。二塁打です。ノーアとト二塁。 そして5番の松本が内角のシュート。もう西の得意の球やけど、シュート。シュートなんやけども、それをレフトにパーンときれいに跳ね返したね。普通はこの球は詰まって内野ゴロになる球やねんな。ショートゴロ、サードゴロっていう球やねんけど。それを打たれたっていうのは多分、そのシュートを呼んでたと思うわ、バッターが。きれいに打ったもん。きれいに打ちすぎや。 それでノーアウト一塁三塁になったと。というところで、えー、ピッチャーの山崎やと。で山崎にはやで、ワンストライク取ってて、えー、ピッチャー有利なカウントやったんやけども、外角の高め、ストレート投げてしまったと。山崎は打ち気満々やんか。打ちたい、打ちたいやんか。打つぞ、打つぞってこうやってるところに、なんで真っ直ぐ投げんの,ストレートあの普段 あの、普段の、あの、セリーグのピッチャーでもそうやけど、やっぱり打てるのはストレートが一番打ちやすいんよ。真っ直ぐが。速い言うても真っ直ぐがやっぱり打ちやすい。変化せえへんから。変化してもちょっとやから。ほんで、パリーグのピッチャーなんかば普段バッティングしてへんやろ変化球はそうは打たれへんよ。そこま真っ直ぐ投げる。で、外角の高め。まあ、コースは外角いっぱいに来てたと思うけど、高めやったから、ポーンと回したら届いたわ。で、センター前やと。 これ変化球で行ってほしかったよ。で、えー、1点入りましたと。で、なおもノーアウト1塁2塁やと。で、ここで7番の伏見。これもオリックスにおったんやけども、2、3年前までね。おったんやけども、今、日ハムやと。ね。で、このバッターが送りバンドしたんよえー、1塁2塁やったら、2塁3塁にしたかったわけや、日ハムはな。2塁3塁にしたかった。1塁2塁。バンドしたけど。ピッチャー前やと。 西は勢いよく降りてきて、それを取って、もう、振り、振った瞬間にもうすぐに投げ合ったわけだよ、三塁に。ちゃんと目標を定めて投げ、投げるわけでもなく、もう取ってすぐバーンと投げたわけよ。だから、冒頭になってしまった。あれなあうん。三塁が取れへんわ。焦らんでもよかったのに。で、まあ、あの、タイミング的には微妙やねんな、あれ。あの、これ、ジャッジは、 えー、審判団はフィルダースチョイスっていうのを見ててね。ということは、投げて間に合えへんところに投げたっていう解釈されてんねんな。審判団の見方はな。ほんな一塁にほんなん投げといた方が良かったのにっていうのが、審判団は思ってるわけよ。だけどあれタイミング微妙なやったな。ええー、とこ投げたらひょっとしたらアウトやったかもわからへんけど、いやーでもちょっと難しかったかな。難しかったかもな。うん。だからちょっと無理して投げすぎたわ。西は。 何とかさ、<う>アウトにしたかったんや。もう一つでもアウトと、そうやねんけどな。それは打たれてるからや。連続ヒット打たれてるからな。自分が打たれたもんやから。だからそこで三塁でアウトにしたかったっていう。そういう部分はわかるんやけども。でも無理なんな投げたところでやで。エラー出て、これね、えー、ここでまだ1点入んねんで。一塁二塁のランナーで二塁のランナー帰ってくんねんで。あの、三塁に悪送球したのがために。二塁から三塁を蹴って、 ホームまで戻ってきたわけや。悪送球で。んで、ええー、もともと一類二類やから、一類におったんおるやん。これもう三類まで行ってしまうやんけ、それで。ほんなら、一類アウトにしてたら、ワンアウト二類三類のまだ0点やん。これ1点入って、ノーアウト二類三類やで。わかる ?0 点で、ワンアウト二類三類。この差。それか、それが零点、あ点じゃ一1点入って、ノーアウト二類三類 点 <laughs> は取られるわ、アウトは取ってないわやん。ということで、えー、これで2点目が入りました。そして、ノーアウトの2塁3塁という、まあ、非常に守りにくい守備ですよ、2塁3塁。ダブルポイント俺取られへんし。で、そこに、この水野というバッター、これも若手のバッターなんやけども、ここに、えー、スライダーを投げたんやけども、 真ん中からややインコース寄りのスライダーで。ベルト付近よりぐらいだったかな。だからまあちょっと甘いわな。投げてるとこが。それをきれいにバカーンってヒット打たれたわ。ライト前に。2塁3塁のランナーが2人とも帰ってきたと。これがまあこの4回の4点やね。持っていなかった。しかも自分のエラーや。渡辺良がエラーしたのは、あれはね、変な当たりやったんや。 変なあたりでボールをこうバットがカーンとこう打ったらこれ変な変速回転がかかってんだからバウンドしたら普通やったらバウンドしてポーンとこう返ってくるじゃん。これがこっちへ跳ねたりするわけや。ほんでグローブから出たんや。み損ねたんや。回転かかってて変なハウに跳ねたもんやから。イレギュラーというより回転やな。まあそれはあってそこでまだ点を失ったうのあるんやけども今日は結局2回。 2度,、ね、度エラーしてて、それがどっちも、あのー、4点と2点と入った場合に、それぞれに、あのー、失点という形に繋がったわけやな。ということで、この4点でもう、ほぼ今日の試合決まったと。で5回には今言ってるように、えー、これはワン2塁3塁で、伏見がセカンドゴロを打って1点入れますと。2塁3塁やったらセカンドゴロでも1点入んねん。 こういうバッティングしてほしいね、阪神も。ほらヒット打たんでも1点入んねん。ほんで、その次の、さっきの水野やな、あの、2点タイムリー、最後に4点目の2点タイムリー打った水野が、今度はサードゴロやったんやけど、その変な回転で、渡辺量がエラーしてる間にホームインと、三塁ランナーホームインということで2点入ったと。結局、まあ、ヒットは打ってるけども、うん、肝心の得点のところではヒット打ってないからさ。セカンドゴロ、サードゴロで1点ずつ入ってるから。 だから、タイガースも、あのー、こういうことをやってほしいね。ヒットで点返せへんのやったら、アウトなっても点を入れる打撃,打撃をやってほしいっていうことやな。外野フライでもせやで、ね、犠牲フライでもせやで、ね、それも一緒やから。そういうことをやらんことには得点になれへん。タイガースのヒットっていうのは3、3発や3発いうのはばらけで分散してて、ポツ1点、1本、ポツ1本。 ポツ一本ってこんな感じで、忘れた頃にヒットが一本ずつ出ると。ただね、そんな中でもね、えっと、一回は、一回の裏っていうのは、先頭バッターの近本がいきなりレフト前ヒット打ったんや。あの、一回の表の日本ハムの攻撃を0点に抑えた後よ。一回の攻撃を、一回裏の。で、ノーアウト一塁や。ここはね、岡田監督はもうちょっと大事にいかなあかんで。 どう見たってタイガースの連中がそんなに点取るか言ったら点取れへんや。やっぱり先点取りたいや。点を取るようなことをせながいつも言ってるけども、これ中野にそのまま普通に打たしてな、レフトのファウルフライで終わってんねランナー進めるバッティングしてへんや。なんでせえへんのヒット打ってくれると思ったんそんな打てへん、打てへん、そんな打つ思ったらな。打てへんと思って作戦で考えながら。 ラインエンドヒットとか送りバンドで良かったやんか。一回から送りバンドであったらええやんか。だって点を取らへんねんから。チャンスがあったらその時点で送りバンドしたらええねんやワンアウト一塁になったと。で、今日は3番に小野寺入れてんねんけど、小野寺が全然タイミングを打てなかったよ。山,山崎幸也の球。フォークボール、それからスライダー、カット系。全然合ってない。まあ、チェンジアップも含めて。大山わかんの。で、空振り三振。で、ツーアウト一塁。で、大山。 大山はちょっといい当たりしたんやね。ツーストライクで追い込まれてから打ったんやけども。これも、真ん中とか目のストレートの141キロやんか。そんな速いなんや、たまも。真ん中とか目やで。ホームランしてもええぐらいやねんけど、センターフライや。しかもセンターの浅いフライや。センター前ヒットになるかどうかぐらいの感じのフライやね。なんでそんな当たりしかできへんねんって思うわ。今日はね、大山はね、他にもね、どっかでチャンスもあってね、これ大したチャンスやなかったんか。 だけど、大山のだけワンアウト一塁で今度4回にも回ってきたんやけども、この俺も真ん中だから目のカットボールやねんな。これも打ち損じてんねん。センターフライやねで、6回は、ここも2アウト一塁で回ってきてんねんけど、まだ1塁やから大したチャンスではないんやけども、2アウト一塁6回ね。これは真ん中ややちょっと外寄りのストレート138キロや。まあ甘いよ、言うたら。こんな球ショートゴロで終わってんねん。 これ打てへんだらあかん玉やでみんな。どれも。全部、全部は打てとは言えへんけど、このうち2回はヒットにしてくれなあかんよ。うまくいけば一つはホームランぐらいにせなあかんよ。っていうのは全然できてないから、これでは手になれへんわ、そら。小野寺段とかさ、上げてくるぐらいやねんからさ、他に誰も折れへんの折れへんよ。折れへんからやん。うん、折れへん,ねん。パッとしたのが折れへん,ねん。折れへん,ん。 えらいことやな。うん。だから小野寺はまああのー、レギュラーで使うてもレギュラーというか今日はスタメンで使うてもおエセスは大体使おうということになるわけやんかミエセス大体ねノイジー落としてるからうん,うん。セスはノイジーでも一緒やけどなうん。まあまああのー、なんていうのかな活躍しそうな人がおれへんからさな。であと島田とか上げてきてるからさ うん、島田は足早いと、まあ渋,谷まあ、渋谷はできるんやけども、まあ、バッティング全然あかんからなだからまあどうしようもないってことやなうそうやねどうせそんな上げんやったらな高卒2年目とかのないつも上げてほしいわこ,のこれなかなかあのちょっと期待持てる選手やねでショート守ってんねんけどもほんなら今日みたいな左ピッチャー山崎幸んは左やから ほな、右のショートを使えるやんか。阪神のショート言うのは今現在言うたら、木並も小畑も左バッターやからさ。左対左はやっぱりピッチャー打ちにくいわけや。な、右バッターのショートを得れたらええやんか。もう、いつもとか使った,ったらええねん。あるいは、あのー、えー、去年、この20 2023年の秋の、あの、ドラフトで取った仙台育英から取った山田優也やったかな。なんか、おんねんな、そういうの。それもショート守っとんねんけど。まあ、それはちょっとまだ早いか。 だけどいつもは1年前に入ってるからやで、そんなん見てみたいわ、どうせやったら。なるおはま行ったんや。いや、2軍でそこそこいいバッティングしてるって、いい評判聞いてるからさ。なるおはま行ったほうが、1軍の,あのスター選手がいっぱいいるやん。そうやな。青柳もいるし、サトルもいるしな。伊藤もおるしな、なノイジもおるしな。なうん、そっちのほうが楽しそうやな。<laughs> <laughs> おちょっとな、ちょっと今、タイガースは、だからメンバー入れ替えたところで打てる感じがせえへんし、あの、全部悪なってきてんねんな。近本見てたって悪いなと思うもんなうな、うん近本今日一本ヒワヒット打ったけどさ、それだけやねん。あと二三進してんねん。中野勝ってな、今日はヒット一本も打てへんねんで。フォアボール一個だけやで。これ見るとね、周んまよ。今日、 日本ヒット打った人は一人だけいるんですけども、それは森下なんよ。4打数2安打。一人だけや、彼だけや。一人日本打ったの。で、糸原は代打でできてヒット打ってるから、俺もええよな。で、近本から見てみると、3打数1安打や。2三振フォアボール1個。まあ2回出塁してるから、まあまあここはええとして。中野3打数ノーヒット。フォアボール1個、1回の出塁。でも3打数ノーヒットやね それから、小野寺段3打数ノーヒット、3三振、全部三振。それから、大山4打数ノーヒット。な、で、三振はなかったけども、フォアボールもなんもないし。で、5番の渡辺良も4打数ノーヒット。まあ、渡辺良、ええー、当たりのファールとかもしてたけどな。で、三振1個。ね、結局はね、 2番、中野、小野寺、3番、小野寺、4番、大山、5番、渡辺良と、全部ノーヒットやねん、これ。ノーヒットやから、ゼロやねんで。6番の森下が4打数にあんだよとで。7番の、七番、梅野が3打数、ノーヒットやろ。梅野がってもう振り回してばっかりですよ。全然あんたね、ミートせえよ、ミートを。センターから右へ打ったら、ヒットになるやん。で木波もノーヒット。 みんなノーヒットやねん。先発。スタメン。ノーヒットが、中野、小野寺、大山、渡辺、亮、梅野、木並と、9人中6人もノーヒットやねほ俺はあかんわな。これでは、点になんかなれへんわ。しかも今日はなんかフォアボール2個でしかないんやから、1試合で。う全然チャンスも作れへん。1回だけチャンス あったんやん。さっきの、まあ、あの、一回の攻め方っていうこところで、れでね、近本がルイに出てからの話はしましたけどね、いきなり最初にヒット打ったいことで。えっ、ー、とね、5回裏にタイガースのチャンスがあって、えー、森下がツーベースヒットいきなり打ちます。ノーアウトランナー二塁。だけどこれ変え出せんやからあかんねんな。で、梅の、ショートフライ。初球打ってショートフライ。この球打たんでもええ球やで、無理に打つ球ちゃうよ。 しかも振り回して打つから、もう全然飛べへんやん、ショートぐらい。そしてキ木ミセカンドゴロ。で、代ダ打ダ、ミエセス、空振り三振。ミエセスいらんねんて。な、これ、ここもオメロのところで代ダ打ダでも良かったんちゃうのって思うけどな。ここで0点。うん、あとはもうないわ。あとはもう1塁ぐらいしか行ってないの、ね、2塁まで行くこともなかったわ。 たまにでも一塁しか行けへんもうこれではもうどう,などうしようもない。で、明日はどうなん明日はね、雨も降ってたしな。あそっか、明日はほんまは今日3戦目やったんや。あの1戦目が雨で流れたから、うかもう明日は、あ明,明日千葉へ行かな。千葉で試合や。どこ千葉へ行ロッテ。ロッテや。<ー>マリンスタジアムや。まあ、幕張や。あの、なんとか横が出てくるやんか。 まあ、明日は出てけへんけどな。明日は、うん。明日は美馬が,がピッチャーやから。で、明日、青柳は、末 <laughs> 走らしい,、えー、いつの間にか青柳一軍にあげててんな。うんうん、青柳やって。まあ、みんな割り割り言うてる中で投げるからさ。青柳はひょっとしたら、なんか、あの急にピッチングするかもわからへんやん。日本シリーズでもよかったやんか、青柳。うん そんなピッチングがひょっとしたら、ある日、どっかで急にあの急変してやるかも分からへんから無理無理、それを期待して、で、あのまあ、マリンスタジアムでやるからということで、打者も気分が変わって、急に打ち出すということもあるかも分からへんし、まあ、ちょっと難しいけどな、でも、ひょっとしたらひょっとするかも分からへん。まあ、それに期待して、今日はこの辺で終わりたいと。